こんにちは。本日は東京共同住宅協会のウェブセミナーにご覧いただきましてありがとうございます。相談部の長谷川明美です。今日はこれからの管理会社の選択基準変更のポイントということで依頼をいただきました。実は幅広いテーマですのでボリュームが大きくなりますが、まずはどのような管理会社が良いかイメージしていただくためにポイントでご説明させていただくことになりますが、よろしくお願いいたします。本日これを見てくださっている皆様はすでに管理会社の重要性をよく分かってきてくださっていると思います。でもどんな会社を選んだらいいのかよくわからない、そこで今日は賃貸住宅管理の現状、管理会社の種類と特徴、管理会社に求めること、管理会社の選択時に重要と思われる3つの要素、誠実な管理会社の見極めのポイント、管理会社の変更の仕方という流れで押さえていこうと思います。賃貸住宅管理の現状です。これは日頃私どもが受ける相談内容の件数のベスト10です。家賃滞納、督促立ち退き更新料について、こちらが1位になります。2位が管理会社への不満というのもあります。3位空室問題、4位不良入居者、契約違反であったり事故があったり事件ですね。5位土地活用の悩み、建て替えるか売るか修繕か。よく見てみると1位から5位までが全て賃貸管理に関するご相談となっております。それだけ賃貸管理というのは非常に難しい面を帯びているという結果であります。では皆さんのような大家さんは今どのような状況で賃貸経営をされているのでしょうか。今私たちが取り巻かれている環境を簡単にご説明させていただきたいと思います。こちらは5年に一度総務省から出される住宅土地統計調査となります。最新版が平成30年のものになりますが、日本全体の住宅の戸数はその5年前の平成25年のものに比べ 2.9% ほど増えています。空き家問題ということはお聞きになっていると思いますが、1世帯あたりの住宅数は 1.16 戸で十分に足りている状況です。左の円グラフは日本全体の持ち家と借家の比率となります。実は5年前 37% に比べわずかに率として借家が減少しております。全体は増えておりますので持ち家率が増えているということにもなります。その全体借家の 35.6% の内訳が右の円グラフになっています。そのうちの8割が民営の借家です。ということは、実に日本全体の住宅の中でなんと現在4分の1ほどが皆さんが行っている民営の借家ということになります。日本の住宅の4分の1を支えている民営の借家ですが、お聞きになっている通り空き家が増えているのが現状です。日本の住宅は30年前の1988年から比べると倍以上の数になっており、賃貸用も倍になっております。1988年前後では礼金敷金2ヶ月で更新時には値上げもあったこともありますが、今は礼金もゼロ、広告料もかかるなど完全な借り手市場、これが現状です。そしてもう一つ四角、赤枠で囲った部分、2018年のところですね。1988年に比べ3倍弱ほど増えています。この内容は何でしょうか。さまざまなものが含まれますが、住まなくなった親の代の一戸建てなどがそのまま増えていっているということが見て取れます。そしてこちらも賃貸に流用する方も増えてきております。全国の空き家のうちの約半数が賃貸用の住宅という結果になっています。住宅数、空き家数とも増えておりますが、人口との比率は関連はどうでしょう。30年前の1988年当時と
人口は現在ほぼ同数値です。先ほどの通り住宅は倍増、これが空き家増加の実態です。2005年をピークに現在、今後は減少、高齢化率が高まり、その対策が重要です。孤独死や地方などの心配から高齢者を敬遠しがちな面も見られますが、今後はそうとばかりも言っていられない状況がやってきます。実際管理するにも非常に難しいところもありますが、逆を言えば高齢者は長期に入居さしていただけますし、この部分を上手に抑えていくやり方も必要になっていくと思われます。次に経営形態ですが、法人が 17.3%、 個人が 82.3% です。賃貸経営を専業で行っている個人の経営者様は全体のおよそ 25%、 他は何かしらの仕事を他に持たれている方が 70% 以上いらっしゃいます。二足のわらじで忙しい方も多いと思います。そしてその6割が60歳以上の大家さんなのです。ところが入居者側の年齢層はほとんどが20代から30代の持ち家購入前の方が大多数を占めます。考え方、室内の好み、世代の好みの違いがあるのは当たり前なんですね。そこで空室対策、募集方法、リフォームのポイントなど一緒にやってくれる賃貸経営のパートナーが必要となるわけです。しかしご自身が管理として頼んでいるのかどうかわからない大家さんも多くいらっしゃるのも現状です。管理を依頼していますかとお聞きしても、本人はしてると思っていても更新管理だけであったり、結局は自主管理で、滞納や騒音トラブル、最近多くなってきている孤独死など、本当に困った時には何もしてもらえないことも多くあります。より一層難しい傾向がある賃貸経営。最近は管理委託率はどの程度なのでしょうか。次のグラフを見てください。一口に管理といっても、昔からお願いしているとか、契約業務をやってもらっているとか、更新をずっと同じところでやってもらっているからということも管理だとお思いになられているオーナー様もお話ししてみると実際に多くいらっしゃいました。ですが、実際はこの表の一番上の部分、賃料等の集金を行っているというところが管理依頼をしていることと近似値になると思われます。全体からするとおよそ 65% ぐらいだと思われます。それでは一体管理とは何をするのか、またそれぞれの管理方法にどのような特徴があるのか整理してみます。そもそも管理とはここにあるようなハード管理とソフト管理で、通常管理というと下の緑のソフト管理を指します。集金、クレーム対応、契約、更新、滞納督促、督促や警告、募集であったり修繕の手配、あと一緒にオーナー様と今後について考えたりするPM というところも含まれてきます。入居者様とかお金に関する管理です。これでだいたい賃料の 5% 前後の報酬のところが多い状況となっています。ハード管理とは上の段の、ブルーのところです。必要のあるものないものありまして、建物維持補修メンテナンスに関する管理となります。日常清掃、定期清掃、各種の点検、エレベーターの補修、受水槽の点検補修、ポンプ点検、消防施設の点検、それらメンテナンスです。こちらに関してはオーナー様ご自身でどこまでできるか、どこから任せるべきか、費用との相談です。どこまでいくらでやってもらうかをしっかり決めることが大事です。現在日本で主にある管理会社の傾向を大きく4つにまとめてみました。まず自主管理は管理料はかかりませんが、
手間がかかること、対応が遅れがち、そして一番トラブルになりやすいのは、入居者さんと感情面でこじれがちなことが挙げられます。また、そのつもりはなくとも、気がつかないうちに間違った経営をされていることもあります。それから2番の、建築会社系の管理会社、サブリースの会社ですけれども、こちらはメリットとしては毎月一定して安定した収入が確保できるというところが魅力となっております。デメリットとしてはサブリースコストが 10% から 15% ぐらい、かかり、それらが引かれていきますので、高いサブリースコストとなっているのが状況です。サブリース会社の方が損をすることはありえませんので、それでサブリース会社が収益が取れなければ結局保証料の減額を請求されたりすることもございます。3番4番はともに 3% から 5% の管理料が多い、いわゆる管理会社というところになります。従来3番の多店舗展開をする会社が多く地元に密着していて、そこが利点とされてきていました。しかしデメリットとしては会社から仲介料の営業成績を求められるので、オーナー様や物件のことを深く考えて提案する余裕がなかなか取れず、新築や築浅など決まりやすいものを優先的に取り扱う傾向になり、築古の物件や決まりにくい物件は取り残されがちでした。結論から言うと、これからは特に4番のプロパティマネジメント系の管理会社に依頼をしていくと良いと思われます。プロパティマネジメントとは主に不動産に関する資産管理を行う業務のことです。もともとは不動産先進国のアメリカ発祥の不動産の管理方法の考え方ですが、現在プロパティマネジメント型 PM とも言いますが、アパートの経営のプロがオーナーの代理としてオーナー様が行う業務を代行する管理方法を指します。プロパティマネジメント型というのは現在でもその営業形態からすると日本の管理会社の中でも数パーセントしかないと思われます。先ほどプロパティマネジメント型の会社が良いと言いましたが、他のオーナー様は一般的な管理会社との間でどのようなトラブルがあったり、どのようなことに困って管理を任せているのかを見てみます。こちらは国交省のアンケートの結果です。管理業者のトラブルとしては、赤いグラフの、上部の赤いグラフの部分として、賃料や、敷金の送金が遅いであったり、賃料の敷金の入金が遅れがちであるといったようなお金絡みのご相談も実は 20% 以上あります。また報告が少なすぎるためか、事後報告なのか、対応面でもの不満も割合が高く、下の段の4つの棒グラフですけれども合わせて約 26% ほど出ています。以上のような会社で経営が怪しそうであったり、対応にストレスを感じ改善されないのであれば、即変更を考えるべきです。またオーナー様が管理会社に依頼する理由としては、ダントツなのが管理に関わる必要な知識が膨大であることから、ご自身の賃貸契約及び管理に関する専門知識が不足していると感じるからというのが 50% ほどあります。連帯保証人さんに対する極度額が設定されたり、壊れた給湯器など直せないでいると賃料の減額の対象になったり、それが、法律の改正というところもなかなか難しく、税金が税込み表示にしなければならなくなったのも4月1日本日からですけれども、消費税の増税に伴う変更もありました。エレベーターの点検や外部との通信設備などの義務化の法令改正、原状回復、建物メンテナンスにおける新しい技術や建材の知識も必要となってきます。契約更新終了時のトラブルをなくしたいからというのが 50% ほど、その下にありますけれども、管理に関わる知識は実には非常に膨大であると
たった一人でやっていくのは難しいと皆さん判断されているからなのが見て取れます。賃貸経営を取り巻く環境が厳しくなり、賃貸経営のみでの収益は不安も残ること、世代交代で職業を持たれているオーナー様も増えたこと、年金に対する不安から賃貸経営を始められた方など含めて管理会社に任せる率も上がってまいりました。しかしどんな会社にしたらいいのかわからない、今の管理会社で良いのか不安であると、そういった相談が多く上がっている現状にどのように考えを切り分けたら良いのでしょうか。空室は出さず、必要な経費を極力抑えて安心して10年後20年後を迎えていくには、自主管理ではなかなか難しく、かといって管理会社もいろいろあって選択が非常に難しいところです。トラブルに悩ませることがあっては残念です。まず管理会社を選択する際、オーナー様の方でこれが必要であるというポイントをしっかり押さえておくことが大事です。これから賃貸経営のパートナーとなる管理会社に求められるものは大きく分けると3つ、新規客付け力、リーシング力です。また待機をさせないテナントリテンション力、お客様満足につながります。また未来を見据えた提案力、このバランスが取れた会社が良いと思います。新規客付け力なら仲介特化した仲介会社でもできます。でも空室も出やすく、年数が経つと見向きもされなくなってしまい、年々募集賃料が下げられるといった現象もあります。新規客付けとテナントリテンション等であればサブリース型でも対応しやすいですが、結局何かと工事費を出さないと保証賃料を下げられてしまうようにもなりやすい。しかしオーナー様の立場に立った未来を見据えた工事提案力まで入れると、プロとしてオーナー様の代理を行うプロパティマネジメント型が一番適しているということが言えると思うのです。3つの要素のうちの退去を防止するという意味でのテナントリテンション力、お客様満足ですが、お客様はでは一体どのような時に不安になったり不満に思うのでしょうか。3番目の不明な費用の請求があるというのは言語道断ですが、入居の際など実は非常によくあることです。その会社さん独自の外注駆除費、管理会社でもないのに入居中のフォローといって別途の費用が請求されたりしております。オーナー様の明細には乗ってこないので、オーナー様はなかなか気がつかないことも多いのです。また入居者様が一番不安なのは青枠の中の水漏れや設備関係で取りまとめると、こちらが実に 90% 近くとなっております。実際入居者様が経験したトラブルも、こちらにございます。トラブルの内容としては、やはり水漏れや設備の故障と修繕の必要性が発生した際、著しく時間がかかった、または対応してくれなかったが 44%、 入居者同士でのトラブルが発生した 23%、 入居中に管理サービスが水準が低下したが 15%、 退去時の現状回復に関し支払う必要がないと考えられる費用の負担を求められた 14% の割合が高くなっております。発生すると深刻だと思うトラブルの内容としては、家主や管理業者から不明瞭な費用の請求があるがあったがあるんじゃないかというところが 42%、 こちら実際あったという意識を持たれている方が多いということですね。退去時の現状回復に関し支払う必要がないと考えられる費用の負担を求められた 38% の割合が高くなっております。不明な入居者のためにならない請求や商品の売り付けはもとより、契約時にどれだけしっかりと契約内容の説明ができて、退去の時にもスムーズに納得してご自身の瑕疵の部分はお支払いいただくか、起きたトラブルにどれだけ早く細かく誠実に対応する力があるか、それがお客様の安心につながり、無用な退去を避けることにもつながります。
実は入居者様も入居後の管理体制に対して大いに関心を持っています。多少なりとも重視するまでを入れると 74.4%、 また水漏れがありました、お湯が出ませんの時に大家さんすぐ連絡つかないなど非常に不安であると言ったことも挙げられております。現状回復の立ち案についても個人の家主さんだと様々な考えがあって、どんな生産をされるのだろうと人によってしまうのではないかと不安に思ってらっしゃる方もいらっしゃいます。中には申し込みの段階では分からなかったが、契約段階で管理会社が入ってないということでキャンセルになってしまったという事例もありました。入居者さんも管理会社がついていた方が安心という結果です。そしてそこにはその対応力も求められております。意味のよくわからない契約時の請求、故障時や退去の際にどれだけ請求されるか、以上が入居者さんが一番心配、不安、そして実際のトラブルとして挙げているところですが、どのように回避したらよいでしょうか。プロパティマネジメント系の管理会社では、契約時には退去時のクリーニング費用の実際の額まで提示したり、お客様が通常入る火災保険を吟味して金額を変えずに保険内容サービスを盛り込んでみたり、オーナー様にも入居者様にも安心できるような保険を吟味し提案したりもします。退去内装業者に任せず、責任を持って法的根拠を持って退去時もガイドラインを説明したりしてトラブルを回避したりしております。この2番目の資格の枠ですけれども、例えばオーナー火災保険で築10年まで加入可能な機械的設備保証も特約で付けられているものなどもあります。9年目で加入をするというところであれば、築19年までエアコン、給湯器、テレビモニター、インターフォンほか付随する設備は無償で交換してもらえるという保険会社もございます。また入居者保険の方では、トイレの詰まりの無償工事、鍵紛失時の対応、洗面台など壊してしまった時の工事費など、ガラスの熱割れ、そういったものも対応してくれるところもございます。優れたプロパティマネジメント会社の入居者対応になります。究極の空室対策は、良い入居者を退去させないこと。スピード、精度、誠意を重視し、入居者イコールお客様、その意識が徹底されているというところになります。クレーム予防に入居者のしおりを物件ごとに作成したり、契約時入居者様にお渡ししている会社は意識が高いと思われます。クレーム対応は24時間体制、お客様をお待たせしない工夫、例としては契約時お客様の携帯に登録をする、お客様のメールアドレスもシステムの中に登録してスムーズな連携を取りやすくしていたりします。そこがお客様の安心感、満足感につながるということなんですね。こちらテナントリテンション、お客様の満足度で高い入管理で入居継続、管理会社の対応は迅速で正確で、ホスピタリティがあるか、社内管理システムを用いて顧客管理がしっかりと残せているか、滞納の督促であったり、故障メンテナンスの履歴、そういったものもしっかりと残せているかということも非常に重要なポイントになります。また、管理会社の特性として縦型と言われる担当の、担当1人で全てを把握しているという会社さんと、横型と言われる各部門部門で把握してらっしゃる会社さん、またこれの両方を合わせたミックス型というものが会社さんがあります。
縦型の、いいところはオーナー様もその方にお話しすれば全てこう把握できているというところなんですけれども、その担当者さんが、いなくなってしまったり退社されたり、または担当さんが変わってしまったりといった場合に、分からなくなってしまうというようなデメリットがあります。横型の部門で把握している場合、こちらはオーナー様も入居者様も非常にたらい回しにされているといったような印象を受けられるというような声があります。こちら、社内の管理システムを用いて一元管理をしていくと、こちらのミックス型といわれるもので、担当者さんがいなくても他の方が見ても履歴が残っておりますし、またそれを全て責任持って担当しているというのが、お一人つくということになりますので、こちらがミックス型ということになります。そして、ある程度のホスピタリティを持ってお客様に接することとなった場合、こちらも一概には言えないですが、従業員数で管理個数を割った比率が適正かどうかというのも一つポイントになってくると思います。ホスピタリティを持って、お客様に対応するということはそれなりに時間もかかってくるところもございます。そこであまりに一人の担当の、管理の個数が多くなりすぎると、どうしてもこう手が回らなくなったりといったことも出てくるところがあります。なので、管理個数が多いからとか大企業でからいいとか、そういったわけでもないというところにちょっと注意をしていただいてもいいんじゃないかと思います。次にプロパティマネジメントの経営代行の会社の募集の特徴になります。経営代行の会社ですが、客付けに関しても仲介会社とは、仲介管理会社とは違います。まず募集だけのぶつ上げ、そういったものもいたしませんし、客付けは他社にも広く依頼します。インターネットで入居者様から自らの物件を検索する時代です。物件を自社在庫商品として抱え込まない、そういったところの特徴があります。とても機会損失を嫌う傾向があります。空室対策に注力します。仲介手数料はそれほど重視してないところが多いです。注目しているのは常に入居稼働率に注目いたします。こちらがオーナー様メリットに特化しているため、賃料交渉以外の提案も多くなってきてくるというところにつながってきます。それなぜでしょうか。主な収益源はプロパティマネジメントの会社は管理料なんです。空室では1円も入ってきませんので、だから客付け仲介業者とは競合ではなく連携体制を取ることとなっております。一般の管理会社は自社で募集するということであれば、自分の仲介店舗で募集するので、幅が狭くなります。ところがオーナー代理の会社さんでは、管理会社、それぞれの、仲介店舗さんにこう営業しに行きますので、 A 社 B 社 C 社 D 社、たくさんの会社さんからお客様が紹介されてくるというところになるわけです。また、入居促進の工夫ですね、少しちょっとご紹介します。退去の連絡がありすぐにネットの募集をいたします。ですから見ていない物件、過去の写真とかそういったものを用いて見ていなくても申し込みが入ることも数多くあります。退去してリフォームした後には次のようなことも行っています。図面ですとかスリッパ、ペンケースなど内見する方の目線でのサービスです。こういったものをお部屋の中にセットしておきます。また、ポップとお部屋の装飾も行います。当たり前のエアコンも一点一点読む楽しさがお部屋に、お客様を引きつけ印象を残します。オーナー様自ら毎回ここまで行うというのは、手間になると思うんですが、そういったことも代行いたします。場合によってはモデルルームや内覧会をする時もあります。そして問い合わせや内見の数をしっかり記録してきちんとした裏付けデータを取ります。マーケットリサーチで賃料をまず決めます。週1回は今週はどの物件に電話が何本入ったか、そのうち内見
回数が何回だったか、その人はどんな感想を持ったかなどをもとに、物件が決まるまで何度も再構築します。そこが今まであった仲介会社さんと大きく違うところで、オーナー様にせつかれて初めて動くのではなく、会社の仕組みによって社員自ら考え動くように会社が工夫されているようです。こういった方法で物件の入居率は 97% を維持するようにしていきます。それがこの時に使用される資料の一部ですが、仲介料と各担当の週の売上などは一切どこにも出てきません。あるのは空室日数、前回退去したのが何日で空室日数が何日といったものが社内で問題になるので、おのずと現状回復の工事の完了までのスピードもアップされて、次の入居さんを早く入居させることができます。よくあるのが、プロパティマネジメント会社と言いながら契約を自社で行わず、仲介会社に郵送して契約をして戻してもらう会社もあります。そういった会社さんは責任感がないように思います。どんなお客様が入居されるのか、契約時にしっかりとお話をして、今後長く付き合う気持ちが抜けています。オーナー様にも、お客様の職業は説明できても、ご性格的なところなどどんなお客様だったか説明できないのではないでしょうか。また仲介会社さんの方でも、他社の契約書は慣れた自社の契約書とは違い、見慣れず実はやりにくいものです。仲介会社さんの手間も考えて、仲介会社で申し込みが入った際も、契約は自社で行う誠実なプロパティマネジメント会社を選ぶべきです。3つ目、工事提案力ですが、毎年出される人気の設備ですが、単に人気があるということではなくて、その時流によって人気が出るには、入居者様側からの目線で考えると理由があることが分かります。管理会社の方にどんどん相談して、自分の物件に何が必要であるか、そしてオーナー様にできることはないかなど相談してみましょう。お客様が便利と思われる設備は積極的に改善をしていくことも非常に大事になってきます。プロパティマネジメント会社では待ってましたとばかりに相談に乗ってくれますが、単なる仲介会社ですと熱の入れようが違うように思います。もともと設備のある物件を決めればいいのですから。工事に関してですが、幅広いのであくまで一例ですが簡単に挙げておきました。例えば、費用対効果の高い、現状回復ですね。こちらとちょっと写真で見づらいのですが、黄ばんだプラスチックのコンセントスイッチのプレート、こちらや手垢のついたキッチンの手元灯など数百円の工事となりますが、忘れがちです。あと現状回復の工夫、こういったものも管理会社の方と一緒に相談しながら工事内容を決めていくといいと思います。きっとプロとしての意見を出してくれると思います。また一番大きな金額がかかりやすい大規模修繕こそ意見を聞いて計画することも大事です。管理のいい場合と悪い場合では収益物件の寿命は大きく異なってきます。仮に単純にですが、5万円に下がったお部屋を6世帯で15年長く、稼働することができれば、5000万円以上違いが出てくると思います。リフォーム費用はそこから引けばいいのです。ちょっとこちらおまけのお話なんですけれども、これからの賃貸系のキャッシュフローでは、高額になりやすい大規模修繕などをどのように行うかは、他と差をつける非常に大きなポイントになります。一つ事例を挙げると、例えば RC などの陸屋根の屋上防水、皆さんでしたら何を選択されるでしょうか。よく勧められるウレタン塗装でしょうか。なんとなくよく耳にしますし、金額的にもこなれている感じがするしと思いますか。12年に一度推奨と言われているままにその工事をしているオーナー様も多いのではないでしょうか。しかし管理会社さんによっては、こちらのような25年の保証がついたシュート防水などを提案してくれることもあります。こちらはドイツの製品ですが、ヨーロッパなどは建物を長く持たせる考え方が一般的ですので、古くから実はこのような製品もあるのです。
こちらは先ほどのシート防水の施工後37年のシート防水の劣化状況です。可塑剤というものを含まないので日光にさらされてもほぼ劣化せず、この場合劣化とは硬化したり脆くなって亀裂が入ったりするのですが、長い間弾性を保ち続け何十年経っても実規格を大きく上回っている試験結果が出ています。これだけ長い時間持つものであれば10年ごとに点検を行うぐらいで、大きな金額が12年ごとに出てしまうことは避けられますし、大いに検討すべきであると思います。こういったことをどんどん管理会社さんの方に相談してみたら良いと思います。まあ、先ほどはシート防水でしたが、そのシート防水が適さない物件もあります。屋上にデコボコ、こういった凹凸物が多い防水はどのようにしたらいいでしょうか。こちらも可塑剤は含んでおりません。こちら吹き付け式のウレタンの塗装になるんですけれども、アクリルゴム系といったものを使っています。保証自体は25年までとはいかないものの、長期使用にある程度耐えられます。未来を見据えた提案力とは、新しいセンスを持ってポイントを絞った費用対効果の高い現状回復を提案できるか。現状回復では入居者様、オーナー様負担に条例法令に基づいた根拠を用いて正しく分かりやすい説明ができるか。新しい技術の知識や建物への知識が豊富で大規模修繕を企画し提案してくれることができるかなどがあると思います。こんな時代だからこそ、客付け方法はもちろん、オーナー様と同じ気持ちで建物のことも考えられるかどうか、長い目で見て賃貸経営でのコストを削減するにはどういう方法があるか、真剣に一緒に考えてくれる管理会社をぜひ選択してください。今お任せしているところが残念ながら違うということなら、変更を考えてみるのも一つです。私はプロパティマネジメントが主たる会社、賃貸経営代行の会社をご推薦いたしますが、それぞれの注意点に気をつけていただければ、皆さんのご意向に合う会社を選択すればよろしいと存じます。ですが、その選択時の具体的なポイントを挙げてみました。読み上げさせていただきます。解約予告後すぐに募集条件について理由とともに提案してくれるか。解約予告後5日以内に入居者募集を開始してくれるか。物件情報サイト、自社ホームページなど複数のメディアを活用しているか。実際にこちらは物件名で検索してみるといいと思います。そして条件決定後5日以内に物件情報サイトに最低10枚以上の写真とともに掲載してくれるか。地域の競合も調べた上で募集条件を決定し、オーナー様と相談し、またそれら記載が間違えていないか。物件写真は広角レンズを使い効果的に写せる工夫がなされているか。物件の魅力を的確に捉え、設備、方位、距離、周辺状況の環境のアピール、写真、カラー図面などを多用したお客様を呼べる効果の高い募集図面を作ってくれるか。どれも言うまでもなく、募集、入居者様対応、修繕提案などオーナー様から見れば基本のところですが、残念ながら一般的管理会社の意識とオーナー様の意識には隔たるところも多く、思ったようにならないなと思われることもあります。そして、レインズ業者間不動産情報ネットワークですけれども、物件情報の登録を質の高い募集図面とともに出してくれているか。これが、ちょっと大事なところなんですけれども、レインズというのは普通業者間の流通のネットワークサービスなんですけれども、大家さん自身で調べることがなかなか難しくなっています。知り合いの不動産会社の関係の方に見てもらうとか、また当住居までお問い合わせいただければ確認することも可能です。中には大家さんのために早く決めることより自社で申し込みを取ることが先に立ってしまって、会社の決まりで載せることができないという会社まであります。皆さんも知っている大きな会社でもそういうことがあるのです。また載せていても文字しかない、
図面が載っていないなど、実質載せていないのと同じようなことになっている場合もあります。情報を自社で抱え込まず客付けしてくれる他の会社への営業活動や PR 活動も積極的に行ってくれるか、退去後1ヶ月以内には原状回復が完了しているか、自社管理物件の入居率を把握していて即座に答えられるか、担当部空室について空室何日目になるか、答えられる社員がいるか、オーナー様が依頼していない勝手な有料サービス、害虫消毒などはやっていないか、鍵は現地設置でどの仲介会社が来ても案内しやすくしているか、案内をする仲介会社の身元の確認はしっかり取っているか、土曜日曜はもちろん24時間体制でお客様に寄り添う仕事をしているか、入居のしおり作成、24時間対応など入居者を大切なお客様として丁寧な対応をしているか、オーナー様に対して交渉ごと事後報告してきていないか、電話窓口対応が素早く丁寧で明るくハキハキ元気な対応をしているか、報告連絡相談を欠かさない体制がきちんとできているか、不動産会社の現地看板が自己主張しすぎて美観を損ねていないか、空室物件のオーナー様には10日に1回はもう現状か報告をしてくれるか、今週何件反響があり何件内見があったということをちゃんと把握してないとリーシングは非常に難しいです。反響がないのに待っていても入居者は来ません。内見がたくさん入っているのに決まらなければ何か理由があるはずなんです。空室には自分のことのように心配し考え尽くして動いてくれるか、競合物件のデータをもとに明確な根拠を示した上で賃料の在り方、リフォームの必要性などを的確にアドバイスしてくれるか、入居者目線に立ちオーナー様の立場に立った費用対効果の高いリフォームや大規模修繕を提案してくれるかどうか、入居契約時自社の契約書を仲介会社に送ってお任せにしていないか、ぜひともこちらは責任を持ってやっていただきたいと思います。管理内容と管理料金は適正か、契約書は2種類確認してください。管理委託契約書と賃貸入居者様の契約書ですね。あらゆるトラブルに対応できる条文になっているかどうか、管理委託の中途解約は法外内約金が記載されていないか、そして、最後に、こちらに限らず賃貸不動産経営管理士など資格者いらっしゃると思いますけれども、会社全体的に勉強している人がいらっしゃるかどうかということも意識の向上につながっていると思います。以上31項目ちょっと厳しいですがイエスもしくはいい結果というのが27項目以上で合格です。少なくとも24項目以上は欲しいところになります。残念ながら点数が低くて赤字の部分が一つでもあれば不合格というところで見ていただければいいと思います。最後に管理会社の変更の手順をご説明させていただきます。お願いしたい管理会社さんが決まったらまずは、解除通知を行います。書面にて行います。3ヶ月前予告の時もあればなかなか解約できない場合もありますが、新しい管理会社さんとよく確認の上進めてください。旧管理会社さんへ新管理会社を紹介いたします。残念に思われるかもしれませんが、今までの、感謝の気持ちを示しつつ理由をご説明してうまく引き継ぎができるようにいたします。3番新管理会社との契約を行います。4番入居者さんへの変更のお知らせを行います。こちらは特に自主管理であった場合は事前にオーナー様から入居者さんへ連絡しておくと、ご安心されると思います。5番書類関係の精査、旧管理会社に協力してもらって入居者さんの賃貸借契約書を揃えて
審理管理会社へ引き渡しを行います。6番入居者さんへ変更の挨拶をいたします。新管理会社が訪問して挨拶し、連絡先、振込先、今後の流れ等をお知らせいたします。そして最後に旧管理会社から、書類と鍵の引き継ぎがあります。こちらは通常管理の終了の最終日に行います。大家さんと、新管理会社と一緒に、行かれることが望ましいですが、委任状を渡しておいて新管理会社さんへが取りに行っていただいて、管理の変更が完了ということになっております。さて、いかがでしたでしょうか。賃貸経営は今後ますます難しい局面を迎えることと思います。経営ですから個人のキャッシュフローを求めるのはもちろんですが、社会貢献としての喜びもあるはずです。お部屋というのはそこに住む人の意識も変える不思議な要素があると思います。賃貸の経営は冒頭でもありましたように、日本の民営借家が日本全体の住居の中で4分の1を占めるということは、その成り立ちは社会をも変える要素があるということです。そこに住む人が快適で生活が向上していけるような物件を提供できれば、おのずと賃貸経営はうまくいくのではないでしょうか。そのためにご所有者、入居者、賃貸管理業界との間に確かな信頼関係を築けるような社会理念を持った管理会社さんをぜひ選んでいただければ良いと思います。ご清聴ありがとうございました。